はい、どうもサッカーにです。パワープロ2017続きやっていきたいと思います。では海外留学選手が戻ってくるまで飛ばしていきたいと思います。はい、では海外留学選手が戻ってきたので見ていきたいと思います。1人目中根選手。はい、あ、遅れた。あ、なんかいまいちだな。まあ、あ、でも中継ぎで使うなら十分いいかな。はい、もう1人目相川選手。はい、おっと、これはなんだ、相川、俺留学させたよな、相川。どうなってるんだ、どうなってるこれ。え、何が上がったんだ、ってかミート、あ、ミートが結構上がって頑張ったんやろうけど、これじゃ波だな。うわー、名前で決めたんが間違いか。はい、では今回も試合をやっていこうと思います。相手は巨人になります。相手1位ですね。では出番プレーをやりましょう。あ、相手大谷が おるんだね、こっちが雨宮で二刀流対決。出番設定をしましょう。あ、ちょ、危ない。打者が相川ですね。で、投手を中根に。ピンチでどうしようかな。チームがチャンス、打撃ピンチ、守備チャンス、どういうこと。チームが守備チャンスになると、あ、そういうことか。チャンスになると、これでいきましょうか。雨宮をちょっと野手操作したいっていうのがあって、オーダーを変更しましょう。あ、中根も調子がいい。ただエースだからね。で、野手が相川、ここと交代。さあ、では行きましょう。相手は巨人。東京ドームです。読売ジャイアンツ対湘南、10回戦の模様をお送りしてまいります。優しそう。ジャイアンツの先発は左の日川、湘南の先発は三勝九敗中根、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。うん、うわー、天宮すげえ、35本。うわ、覚醒してる。さあ、先制のチャンスを迎えました。お、チャンス。謎の背番号62。スライダーがえぐいな。さあ、打てるかな。インコースにシュート、フォーク来そう、フォーク、シュート、シュートできたらシュートで攻めるのかな。第3球を投げた、スライダー、転がした、 OK、 いけ、あいつ肩そんな強くないでしょ。 OK、 1点。ああ、3塁走っとけばよかったかな。 OK、 OK、 OK。 いや、なんとか粘れたわ。おお、怪我勝ちの、あ、うわ、いけると思って振ってショート谷内になってんの。谷内って誰だろう。さあ、瀬下、インコーススライダー。あ、そっか、プルヒッターだね。あっ、うわー、ひどいバッティング。相手のビーンってのがすごいな。1番浅村すごい打順。湘南、同点のピンチを迎えました。やばい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で蘇った男、杉崎。5番任されてるの。うわー、両打ち。なるほど。え、ビーン、これでよくこんな、あれ、別特別そんなでもないな。すごいな、本当に。怖いな、これ。チェンジアップ。ツーアウトランナー一塁三塁。オッケー。第2球。スライダー。2球目ストライク。オッケー、いいコース。第3球は見送ってボール。カウントワンボール。チェンジアップ。オッケー。三振に仕留めました。オッケー、オッケー、オッケー。頑張ってる中根くん。なんかちょっと優等生っぽいよな。湘南、この回ツー。あのマッチョ感がないんだよな。ここは0点に抑えました。1回が終了。オリジナルの。1対0。湘南。
湘南リードで迎えるお、来た、相川バッター、相川投げました、初球からヒットじゃない、これ取んなよ、オッケー、ボールは中間、あ、同じレフトなんだ、いいバッティングを見せました、ワンアウトランナー二塁という場面、お、チャンスですね、近所投げました、危ない球、近所スイッチヒッターにならないんだよね、危ない球、さあ頼むよ、本名金城だけどね、登録名が近所になってるっていう、おー落ちた、ボールは中継、いいとこ落とすね近所、うん、ギリギリだけどね、相原3割7分打ちました、初球打ちいける、あ、うそ、危ねえ、これでツーアウト、ランナーは2塁、おわ、来た、これが操作したいがためにやってんだよ、すげえ、もう野手でいいじゃんこの人、第9投げました、ストライク、さあ打つ、ストレート、うわー打てない、第3球一つ外してボール、オッケー、慎重に攻めてきます、カウントワンボールツーストライク、もうよし、カウントはツーボールツーストライク、次は5球目打った、うわ走れ、やち、ボールを掴んだ、間に合うんじゃないこれ、セーフ、オッケー、内野安打、ヒットになりました、湘南、なおしょぼいけどね、続きます、第1球投げました、初球スライダー、くそダサいな今の、第2球投げた、打ちました、あ、これ打てそういないな、ランナーチラッと見た、投げた、打ちました、ピッチャー返し、おお、筒子、ボールは中継、オッケー、4点に広げます、4点、ちょっと点差が開いてきた、うん、バッターは5番高橋、うわ高橋もここで来るか、あ、そうかそうか、5分としています、第1打席は内野フライに倒れています、第2球投げた、2球目から、うわ打てねえ今の、第3球を投げた、スライダー、うわ入ってる、やっぱ曲がるな、第4球を投げた、打った、うわ打球は強いけど、ショートから2塁送球、2塁アウト、3アウトチェンジ、2回の表が終わって4対0湘南リードを4点としています、なんか水谷が活躍したのか、ジャイアンツ追う展開で迎え、おピンチ、ノーアウトランナー二塁という場面でロマンあふれる長距離を若杉投げました、スライダーオッケー、これで追い込みました、追い込んでから投げました、低め際どいボール、わずかに外れました、カウントワンボールツーストライク、打った流し打ち、よしファール、ファール投げました、オッケー、ランナー一人を置いて迎えるバッター、いいね、初球を打ちました、モテモテのファーストゴロ、よし一塁、高橋も外野数に足が遅すぎる、ピンチが続きます、見送ってストライク、よし、第2球投げました、見送ってストライク、オッケー、もう追い込んでいます、投げました、よし、オッケー、ボール球で仕留めました、投手に あんだけインコース攻める、4対0湘南、4点リードは変わりません、湘南リードで迎え3回です、ワンアウトランナー1塁という場面で相川、これは打てんな、第2球投げた、あー打ち上げた、左中間へのフライですがレフト掴みました、これでツーアウト、あの外野手肩は強いからな、間違いなく、来たねー、また筒子か、第1球投げた、オッケー、ホームランにしたかったけど、2塁ランナーそのままホームへ向かった、オッケーオッケーオッケー、回れ、無理か、あー無理だ、あー無理か、だくっ、あがあがアウトが、くっそー、やたら遅くなったな、三塁で、今日はショートフライとショートゴロ、高橋打率上がったな、さあ次の投球打ちました、あーゴロゴロってか、これなんだこれ、間に合うか、無理か、これはアウトです、スリーアウトチェンジ、ああいうところで劣れを感じてんだろうな、湘南この回1点を加えています、ジャイアンツ追う展開で迎える4回です、ワンアウトランナー1塁2塁という場面でロマンが溢れる長距離砲若杉、第1打席はスイングアウトの三振に打ちました、あっとこれはインフィールドフライ、取りました、
これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。このキャッチャー渋いよな。8番キャッチャーで守備特化型。これで追い込みました。やばい、同じコース投げてやっぱ打たれるか。これはヒットになります。すごい、ナイスバッティングです。湘南なおもピンチが続きます。あ、すごい、レフトか。飯沼、野手データ飯沼、ミートが高いな。初球はストライク、中根低めにちゃんとコントロールできるのがいいな。チェンジアップはボール、カウントはワンボールワンストライクです。見送ってストライク、オッケー。どうしよう、高めに。4球目ボール、カウントはツーボールツーストライク。打ちました。出てきた。第6球を投げました。打った。うわ、当てるか、あれ。ファール。さあ7球目、チェンジアップ、見逃す。オッケー、いいね。5回持つかな。湘南リード、相川、あ、そっか、両打ちだ。宮国投げました。流し打ち、あ、転がしただけ。アウト、スリーアウトチェンジ。湘南三者ボ、湘南さあチャンスをものにできるか。またディフェンスポイント。セシモスローカーブボール、投球これから2球目、ちょっとバレンティンっぽくしてみたけど、うわ、第4球を投げました。打ちました。ダメか、予測したんだけど。投げました。ボール、フォアボールがいい。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました。低め、よし、満塁のチャンスにバッター、水谷。水谷第9ストライク、うっそ、厳しいところまずは見送りました。第2球投げた、落ちるか、落ちた。ヒット、バックホーム、間に合うかどうか。続いて2球、オッケー、湘南2点入りました。なんとかなった。おお、で相川回ってきた。第9投げた、ボール、はっきりしたボール球来い。第2球投げた、打ちました。うわー、点は入るけどね。ジャイアンツ苦しい点。さあ、いよいよ最終回、バッター不屈の男筒香。すごい、今日は大道、何巨人もやってんの、その昔の選手とか現役のやつを。投げた、チェンジアップ、チェンジアップ、投げた、低め、ストレートは外れても、待って、何投げるんだ。あ、コントロールいいな。第4球を投げました。ボール、カウント、うわ、入ったかと思った、びっくりした。今さあ5球目、きた、おっしゃ、ストレートな感じはしたけど高めに来たか。第19号ソロホームラン、オッケー、都合の CX のユニフォーム、あ、なんかあるんだ、これ。バッターは大砲高橋、通算355本、高橋大砲としか呼ばれてない。打った、おお、一直線、すげえ。第9号ソロホームラン、2者連続、あと水谷が次、あ、違う、セシモだ。追い打ちをかけるアーチ、素晴らしい一発が出ました。オッケー。先ほどからセンターに入っています。え、センター、うっそー、雨宮変えたん、誰、クローザーどうすんの、変えたら。マジか、使いたかったのに、誰だ変えてんの、ほんと。第オーナー会議だもん、これ。投げました、ボール、まずは勝つだ、こんなもん。投げました、投げました、カーブはボール、ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク、打った、打球、うわー、ホームラン打てよ。一塁送球、バックスクリーン3連発やりたかった。ランナーはありません。バッター、精神も、名捕手水谷、今日はホームランを打っています。あー、ダメだ、センターへの打球、あ、いけるか、オーケー、抜けた。水谷2塁を狙う、よーし、ツーベースヒット。水谷、これで今
シーズン7度目の猛打賞となります。相川なんでセンター変えるかね。それにしても初球はチェンジアップ空振り投球これから2球目どう考えてもいいでしょう。雨宮でレフトにするとかなら分かるけど中根氏を代打出しあ代打出すかどうしよっか。いや出さずにちょっと先発で完投いや厳しいかスタミナがうーんいやちょっとチャンスだけ与えよう打たしましょう。第9初球からチェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球投げました危ない球 OK あんな危ない球投げるピッチャーに投げたボールインコース低めがっつりインコース攻めだな。第4球を投げた打ちましたあーっと危ないあー大谷出てんじゃん相手カーブはボールこれは完全なボール球カウントは3ボール2ストライクあーダメだ右横のフライになりましたサード落下点三塁キャンパスの取られたねこれで2アウトランナーは1塁3塁倉本初球空振り第2球投げた打ったあ若杉交代無理かあー取られた3アウトチェンジ9回の表が終わって10対0いやー4番からだね9回の裏これからジャイアンツの攻撃に入りますバッターは負けないエース大谷エースって言ってるの4番だぜ高校野球じゃないんだ見送ってボールカウント1ボール1ストライク投げました決まってストライク OK 投球これから4球目逃げるスライダーを打ちましたあっと引っ掛けた取れ飛びついたあー高橋第5球投げましたチェンジアップインローボールこれはわずかに外れています。もう一回逃げるやつ2ボール2ストライク打ちましたおーうまく打つなおい取りましたオッケーあらはりライトがバッターは読みない男杉崎今日はここまで3打数あらはり使うぐらいならもう使えばいいのに雨宮をオッケーよーし中根完封するかなヒゲ生えてんだけどな大丈夫なのかな背番号7ださあ次の1球が最後となるか流し打ちマンジ打たれた取れるオッケーなんだそれすごい一体今の送球はおお中根完封しましたね。期待はしていなかったんですけどさて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた中根大活躍でした。いや今日ヒーローずらっと並んでもいいけどな湘南大差で勝利を収めています。勝利投手は中根敗戦投手は日川実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。はいではリプレイいきましょう。うん、なんとか粘って打ったヒットですね。うん、さあ次は中根ですね。中根の持ち球が単純に使いやすかったってだけなんだけどね。で近所のタイムリーツーベースヒット。ここでまだ2回ですね。これも2回。さあそして次がえ終わり嘘1試合丸々やって 1回と2回のハイライトしかないってそんなバカな。じゃあ2回でいいだろ。はい中根が3勝、日川が3勝10敗、水谷が2回17号筒香が19号高橋が9号。はいということで今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次回兄のゲーム実況パワープロ2017でお会いいたしましょう。さよなら。